これは何枚目の作品でしょうか。と2枚目の作品です。と初恋をテーマにした一作目よりちょっと大人っぽい感じの作品です。はい、なんかこの飴舐めるのはなんか前消極的にとか言ってたんですけど、今度はちょっと積極的にやりました。積極的に。あ、これですね。なんか前より多分積極的にやったんですけど、後から寄り目になってたとか変顔になってたとか、なんかこう一生懸命やりすぎました。なんかこれすごかったなって思うけど、まあお気に入りっちゃなんかこれですかね。恥ずかしかったですか。そうですね、来たしこれだよって言われて渡されて、えっと思う、どこから足入れるんだろうと思いながら入れて、えっと思いながら動いたらちょっとここがね大変なことになるんですけど、なんか面白かったんでこれがお気に入りです。ご自身初恋は何歳くらいですか。初恋は幼稚園の時ぐらいです。隣に住んでいる男の子をもうなんか会った瞬間からもう追いかけ回してました。はい、ちなみに今はどんな男性がタイプですか。今はなんかこうわだかまりじゃないけど、こういっぱい人がいるところ、わだかまりじゃない、日本語がおかしい、人だかり、人だかりわだかまりも一緒ですよね。の中とかでこうなんだろう、話しかけたりしてくれる人、積極的なにおしゃべりな人が好きです。なんか自分からはあんま行かないので、でも話したいなとかすごい思うんですよね、人と。だから話しかけてくれて、私がなんか一歩近寄ってくると私2歩ぐらい下がるんですよね。だからもっとこうずいずい来る感じが好きです。笹山凛初恋ノート、ぜひ見てください。